おろ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 、どこら辺に行けば皆さんの邪魔にならないでしょうか。こっちこっち、ここなら空いてるよ。ありがとうございます。ううん、気にしないで、うちらマブダチじゃない。マブダチ？え、もしかしてマブダチ知らないの？ウケる。親友ってことだよ、親友。同じ会社に入ったんだし、マブダチでしょ。親友、そんな風に言っていただけて嬉しいです。あ、うちは夏美っていうの、みんなナッチって呼ぶからそう呼んで。ナッチさん、私はツバキと申します。ツバッちゃんね、よろしく。ツバッちゃん、よろしくお願いします。私はツバキと申します。半年前に事故に遭い、こうして歩けない体になってしまいました。今日は研修会に参加してるんですが、こんな風に優しく接していただけたのは初めてです。これからこの方と働いていくのが楽しみですね。うはー、やーにうめー。ちょっとナッチ。あ、なに花ちょたち。何じゃないよ、なんであんなやつに話しかけてたわけ。あんなやつ。ああ、車椅子のやつ。そうそう。ああ、つばっちゃんのことね。ありえないでしょう、この大企業にあんな自分の足で歩けないやつがいるなんて。しかも面接とかで誰もあいつに会ってないってよ。きっとコネ入社かなんかだよ。そうそう、あんなやつ仲良くしないで省いた方がいいでしょう。それな、ナッチもそう思ってるならあんなやつ相手にしないだよ。いやいや、うちに考えがあるんだよね。考え？あのね、なるね、ありよりのありっしょ。翌日、この坂ちょっと怖いですね、遠回りしましょうか。つばっちゃん、手伝うよ。私たちマブダチなんだから。え、ありがとうございます。この子たちうちの友達なんだ、優しい子たちだからどんどん頼ってよ。私は花。私はミキ、よろしくね。よろしくお願いします。そうだ、今度研修旅行があんじゃん、この4人で待ち合わせして集合場所まで行こうよ。賛成。え、でも私こんな体ですし、皆さんに迷惑が。つばっちゃん何言ってるの、こういうのは持ちつ持たれつ、略してもちもちっしょ。うちらが事故で困った時につばっちゃんに助けてもらうこともあるだろうし。ありがとうございます、本当に優しい人ばかりで嬉しいですね。こんな人たちと同じ会社で働ける私は幸せ者です。そして1週間後、今日は研修旅行の日。今私はナッチさんたちと待ち合わせ場所に少し早く着いて待っているところ。誰かと待ち合わせしてどこかに行くなんて、この体になってからはないので楽しみですね。1時間後。あれ、時間をだいぶ過ぎてるのに3人とも来ない。連絡もつきませんし、どうしよう、このままじゃ遅刻する。もしかして何かのすれ違いで3人とももうバス乗り場にいるのかも。向かってみましょう。運転手さん。何ですか。新入社員の点呼取りました、全員揃ってます。そうですか。あ、でもまだ一人。つばっちゃんのことですよね、つばっちゃんは熱があって来れないって言ってました。そうですか、それなら少し早いですが出発しましょうか。イエーイ、みんな盛り上がってこー。バスはここら辺に止まってるはずって、ん？あのバス、うちの会社のバスじゃ。出発してしまってる。窓に何か書いてある。車椅子女の座席はない。ナッチ、うまくいったね。めちゃくちゃウケる。新入社員のみんなが協力してくれたからうまくいったんだよ。あんなやつに親切なふりするのゲロ疲れたわ。これでやめてくれるといいんだけどね。さすがにやめるっしょ。やめないとしたら神経ずぶとすぎ。
でもさ、そもそもあの体で生きてることが神経ずぶといじゃん。うちだったらとっくに死んでるもん。言えてる。もしかして車椅子でホテルまで来たりして。無理無理、93キロ先だよ。来れるわけないじゃん。公共交通機関で来れない場所にホテルはあるしね。もしもし、すみません、事情があり20時間遅れます。うわー、めっちゃ綺麗なホテル、テンション上がる。研修なんかしないで遊びまくりたいわ。それな。とりあえず着いたらフロントに声をかければいいのかな。すみません、加算のインホールディングスのものですけど。お待ちしておりました、代表者様は。ああ、うちが代表しちゃいます。いえ、社長が代表者様のはずですよ。って、あれ、どうして社長がいらっしゃらないんですか。新入社員と一緒のバスでいらっしゃるとおっしゃってたんですが。え、社長いた。いや、見てないけど。というか、私たち社長の顔知らないよね。面接の時にもいなかったし。なんか事情があって面接に出れないとか言ってたよね。ああ、確かに社長は元からいなかったです。私たち新入社員だけで来ました。そうですか。ちょっとすみません。どうかされましたか。実は。え、社長が。はい。社長の居場所分かったんですか。わかりました。今こちらに向かってるそうです。20時間かかるとか。20時間とか受ける。海外にでもいるんですか。いえ、日本にいます。バスに乗り遅れてしまったので車椅子でここまで来るから20時間かかると。バスに乗り遅れたから。車椅子で来るから20時間かかる。うちの会社につばっちゃん以外車椅子のやついたっけ。いなかったと思うけど。社長の名前知ってたりします。え、社長の名前をご存じないんですか。うちら会ったことなくて。ああ、そういえば社長さん、半年前の交通事故で大きな怪我を負い、リハビリが必要でずっと入院してたんですもんね。私が言うことじゃないと思いますが、それでも社長さんの名前は覚えておくべきだと思います。わかったわかった、今日覚えますから。それで社長の名前は。加算の院椿さんですよ。椿。これって偶然。偶然だよね。ちょっとその人の写真とかない。ああ、それなら去年の研修旅行の写真があります。この橋に立ってらっしゃるのが社長さんです。つばっちゃんだ。やばい、私たち社長を置き去りにしちゃったってこと。どうしよう。置き去りにした。なんでもない、なんでもないですね。え、なんでもないよね。ねえ。はあ、とりあえず社長と連絡も取れたのでお部屋にご案内しますね。どうする、どうする。私たちこのままじゃ全員クビじゃない。せっかく頑張って入ったのに。ナッチ、何かいい案ない。大丈夫、どうにかできるよ。うちいいこと思いついちゃった。さすがナッチ。一体何を思いついたの。秘密だよ秘密。でもこれで助かるから。よかった。本当にナッチと仲良くてよかったよ。そしてその日の夜、社長さんが到着されました。え、早くないですか。私たちで途中まで迎えに行ったんですよ。あー、なるほど。じゃあ早速つばっちゃんに会いに行こうっと。本当に申し訳ありません。社員に迷惑かけないように自力で行こうとしたんですが、結局ホテルの方たちに迷惑かけてしまいました。とんでもないことです。社長さんには毎年お世話になってますから。本当に到着しちゃったね。
それでナッチ、一体何をするつもり？もう教えてくれていいでしょ。とりあえず花ちゃんたち、このペン持ってて。このペンはバスでつばっちゃんへのメッセージを書いたペン？こんなの持ってどうするの？いいからいいから、とりあえず持ってて。それを持ってれば助かるから。はあ、心配したよつばっちゃん。ナッチさん、本当にごめんねつばっちゃん。うちみんなのこと止めたんだけどさ、うち一人じゃみんなのこと止められなくて、本当にごめんつばっちゃん。ちょっと待って、何言ってるのナッチ。止めたってナッチがやろうって言い始めたんでしょ。そうやってうちのせいにしようとするんだねつばっちゃん。この二人が主犯なの。ほら、白いペンを持ってるでしょ。あのペンでバスにつばっちゃんへのメッセージを書いたのよ。うちはすぐにそれに気づいて消したんだけどさ、ほら、だからこんな風に手が真っ白に。ひどいよナッチ。何それ、みんな助かるって言ったじゃん。みんなを捨てて自分だけ助かるつもり？みんな助かるなんて言ってないし、うちだけ助かるっていう意味で言ったんだし。ごめんねみんな。みんなのことを生贄にしてうちだけこの会社に残るから、社長のつばっちゃんの味方をしたってことでうちすぐに出世できちゃうかも。つばっちゃん、待ち合わせ場所にもうちは行こうとしたんだよ。そしたらつばっちゃんは熱で来れないって、この二人が。そんなこと言ってないから。ナッチが待ち合わせ場所には行かないで直接バス乗り場に行こうって言ったんじゃん。もうやめてよ花女たち。嘘泣き、嘘泣きよ。ごめんねつばっちゃん、泣きたいのはつばっちゃんなのにね。うちが泣くのはおかしいよね。でもこれだけは信じて、うちだけはつばっちゃんの味方だから。ナッチさん、ありがとうございます。味方だと言ってくれて。最初に言ったでしょ、うちらはマブダチ、ずっとずっとうちはつばっちゃんのマブダチでずっともだよ。よっしゃー、なんとかこのピンチを乗り越えた。うち最強、最強すぎるっしょ。なんて言うと思いましたか？え？ナッチさん、あなたが主犯だってことは分かってます。私が車椅子だということが気に入らずこんなことしたんですよね。それに社長だと気づいてなかったようですしね。バスの窓ガラスにペンであのメッセージを書いたのもナッチさん、あなたでしょ？何を言ってるの？うちがそんなことするわけないでしょ、つばちゃん。どうして知ってるの？え？なんで？意味がわからない。つばちゃんはあの場所にいなかったのに。なんで私はその場にいなかったのに知ってるのか。それが不思議なんですよね。違う。うちはそんなことしてない。ずっとつばちゃんの味方。もう諦めてください。夏美さん、花ちょ、あんたは黙ってて。私が椿さんに全て伝えてたんです。は？あんたが？え？どういうこと？椿さん、このメイク落としてもいいですか？はい、大丈夫です。慣れない格好をさせてしまい申し訳ありません。花子さん。花子？いや、この子は花。ふう、やっぱりこっちの方が落ち着きます。改めまして、うぐもりグループの長谷川花子と申します。天下のうぐもりグループの人間？ますますいい意味がわからない。花子さんは今回の研修の講師としてうぐもりグループからお呼びしたんです。そして研修の前に皆さんの人柄を知りたいとずっと皆さんに紛れていたんですよ。何それ。じゃあうちがやったことは全部？はい、全て椿さんに報告しました。誰か一人でも止める人が出てこないか、そう思って皆さんのことをずっと見ていたのですが、
人もそういう方が現れなかったのは本当に残念です。ずるいずるいわよ。こんなのうちだって講師がいると分かってればこんなことしなかった。講師がいなければちゃんとしない、つまり上司がいなければちゃんと働かない、そんな社員必要だと思いますか？いやそれは。今年の新入社員は私が採用に関われなかった。だから全ての研修に同行してあなたたちの人柄を見ようと思っていました。最初はなんて優しい人だろう、この人と働くのが本当に楽しみ、そう思っていたのに本当に残念です。待ってよつばっちゃん、うちはまだこんなに若いんだよ。若ければ一度くらい失敗はあるって。ねえチャンスをちょうだい、絶対に変わるから。そうですね、失敗はあります。ただしていい失敗と悪い失敗があります。ナッチさんがした失敗は悪い失敗です。人を傷つける失敗はいい失敗ではありません。何よりナッチさんは自分が先導したにもかかわらず他の新入社員に責任を押し付けようとした、そこが私が一番許せないところです。ナッチさん、あなたはうちの会社には必要ありません。そんな今のままではどの会社にも必要とされないでしょうね。あなたは研修を受ける段階ではありません。人間性をまずはどうにかするべきです。こうして今年の新入社員は全員クビにすることにしました。ナッチさん以外にはチャンスをあげようか、そうも考えましたが、ここで優しくすることはこの人たちのためにならない、そう思ってクビにしました。改心して頑張ってくれるといいんですが、理由があろうとクビにするって気持ちのいいことじゃありませんね。こういう時は美味しいものを食べるしかありません。そうだ、あの方を呼びましょう。あ、出ない。つばっちゃん。ん？あ、ナッチさん。へー、覚えててくれたんだ。はい、当たり前ですよ。もう忘れちゃったかと思ってた。でもこんなところで会うなんて奇遇ですね。奇遇？違うよ、つばっちゃんに会いに来たんだから。私に会いに来た？どうしてですか？もしかして謝りに来てくれたんでしょうか？あんたに仕返しするために決まってるじゃん。は、仕返し？うん、せっかく大企業に入れたのにあんたのせいでうちの人生計画はめちゃくちゃになった。大企業に入ってそこで男を見つけて寿退社する計画が途中までうまくいってたんだよ。それがあんたのせいで全部パー。私のせい？まだそんな風に思ってるんですね。あんたのせいでしかないでしょ。だからつばっちゃん、あんたにも苦しんでもらうよ。何をするつもりですか？ん？階段から突き落とすの？は、はい。今度は手も使えなくなっちゃうかもね。でもそれは仕方ないよね。うちにこんなことしたつばっちゃんが悪いんだから。バイバイ、つばっちゃん。いや、やめてください。邪魔見ろっつの。ここで私は死んじゃうんでしょうか？もっと。やりたいことあったのに。ここは天国？ここって天国なの？でも椿、苦しいし痛い。もしかしてここ地獄なんじゃないの？あれかな、どこでもオセロできるように守のお腹にオセロ版書いたのがいけなかったかな。え、レオさん、どうしてここに？どうしてって、アナコから椿が落ち込んでると思うから会いに行ってあげてって言われたの。アナコさんが？アナコさんは本来はうぐもりグループの社長であるレオさんの秘書。そうだったんですね。落ち込んでるとアナコさんは見抜いて。くぅ、助けが入るなんて、こんなやつ。でも何度でも落としてやるから。
動かないでください。え？私が誰かわかりますか？あなたは花じゃなくて花子。何を突きつけてるの？拳銃です。拳銃？嘘でしょ。そんなもの手に入れられるわけ。私を誰だと思ってるんですか？天下のうぐもりグループの人間ですよ。拳銃を手に入れるなんてたやすいです。撃たれたいですか？撃たないで。ならもう二度と椿さんに手を出さないと誓ってください。そして自首してください。わかった、わかったから。今すぐに自首してくるから。いつでもあなたのことを殺せる。それを決して忘れないでくださいね。はい、自首してきます。なんてカサーなんですけどね。迷子になってないか心配できましたが、合流できたようでよかったです。大した怪我もなさそうですし。椿さん、今日はご主人様と楽しんできてください。もう重いよ椿。レオンさん、め女性に向かって失礼ですよ。とりあえずどいて。その後夏美さんは自首をして刑務所に入ることに。刑務所に入って改心してくれるといいんですけど。そして私たちはあの後食べ放題のお店を何軒もはしごしてモヤモヤを吹っ飛ばせました。レオさんはなぜか苦しそうにしてましたけど、これからも社長をやってたらいろんな苦難が待ち受けていると思います。でも私は社員を守る責任のある立場、常に前を向いて社員を引っ張っていきます。たまにこうやって息抜きをしながら。よし、レオさん、次行きましょう。もう無理。食べ放題8軒は無理。腹国分寺って言うでしょ。ああ、国分寺駅近くの焼肉食べ放題に行きたいんですね。承知しました。違う。ふんふんふん。